はい、こんにちは、116インズです。さて、先日一見高成績に見えるけれども、どちらかといえば悪い意味でギャップがすごい成績をご紹介しましたが、大変ご好評いただきましたので、今回はその逆バージョンをやっていきたいと思います。平凡な成績に見えなくもないけれど、実はそうでもないんじゃないかと思う成績を、前回と同様に1995年以降で探してみました。今回はどんな癖の強い選手が出てくるでしょうか、早速見ていきましょう。 はい、まずはバッターから見ていきますが、シーズンのホームラン2本。この選手はこの年626打席に立っていますが、それでホームラン2本。もちろんパワーレスなバッターも MLB にいるわけですが、そうは言ってもシーズン2本しか打てないパワーで、トータルの攻撃で大きな貢献を見込めそうなバッターというのもそう多くはないのかなと勝手に思っているところです。 ところが2000年当時マーリンズでプレイしていたルイス・カスティーオはパワーこそありませんでしたが打率3割3分4輪 OPS8 割6輪そして WRC プラスが119、優にリーグ平均を上回る攻撃力を誇りました。カスティーオといえば典型的な瞬速高打タイプというイメージが強く、足も絡ませながらシングルヒットを積み上げる感じかなと思っていますが、実際2000年のカスティーオは長打を合計でわずか22本しか打っていません。それでこの OPS と WRC プラスですからね、結構すごいです。 1995年以降で、2020年の短縮シーズンを除くと規定打席に乗った選手のうち、シーズンのホームランが2本以下、あるいは長打が合計25本以下だった選手では、この2000年のカスティーオが唯一 OPS8 割を上回った選手でもありますので、アベレージを残す力ただ1点でパワー不足を補ってしまったと、またカスティーオはこの年リーグトップの62盗塁も記録するなど、長打力がないことを除けば本当に完璧に近いリードオフ不満だったかもしれませんね。 続いてはこちら、OPS が7割5分3輪、WRC プラス87、そしてベースボールレファレンスサンスのウィンザー・ブ・リプレイスメントがマイナス0.9。まあリーグ平均以下の打力、総合的な貢献もリプレイスメントレベル以下、お世辞にもいいとは言い難い成績で、実際本当にシーズン成績自体は平凡としか形容できないわけですが、しかし1996年当時レッドソックスでプレイしていたガイア州トロイ・オレアリーは、ある一定においてはここ30年近くでトップクラスのパフォーマンスを見せています。 それが異常なまでの勝負強さなんですよね。彼はランナーがいない時はこの年打率2割4厘、OPS5 割9分7厘とほとんど役割を果たしていなかったんですが、得点圏にランナーがいるとこの状況が一変、打率3割3分9厘、そして10割超えの OPS、 局面の重要度が高いハイレベルエッジシチュエーションでも打率3割4分3厘と大事な場面であると急にリーグトップクラスの強打者へと変貌を遂げていたんですよね。そのため勝負強さを示すクラッチの指標が3.1ということで、これは1995年以降では148打点を記録し MVP 級のパフォーマンスを見せた2005年のデイビッド・オルティーズのクラッチ3.3に次ぐ好成績であると、確かにオレアリーのウィンザー・ブ・リプレイスメントにおける貢献度はマイナスかもしれませんが、この勝負強さはおおよそ平凡とは言い難いでしょう。 続いてもまたもリーグ平均以下の攻撃力のバッター。OPS が7割1分8人で WRC プラスが97。まあ、そんなに良くはないですよね。しかし2015年当時レイズでプレイしていたケビン・キアマイヤーのウィンザーブリプレイスメントはなんと7.1。あの打力でどうやってと思うかもしれませんが、キアマイヤーには圧倒的な守備力がありました。 怪我さえなければセンターの名手として知られるキアマイヤーは、通算でゴールドグラブ賞も3度受賞しているわけですが、この年は守備面で異次元のパフォーマンスを見せ、センターの DRS が脅威のプラス39、つまり1人の守備だけで39点分の失点を防いだことになります。そのため守備のウィンザーウォリプレイスメントは4.6と、1995年以降では MLB2 位となる高成績を叩き出し、このおかげでウィンザーウォリプレイスメント7.1という素晴らしい成績を残せたわけですね。 前世期のキアマイヤーは本当に守備だけでチームの勝利に貢献できるくらいの選手で、落下点まで一直線に走って普通だったら絶対に追いつけないような打球に追いついたりと、日々ファインプレイを量産していたわけですが、その強烈な印象はプロの記者たちにとっても同様だったようで、2015年のキアマイヤーは MVP 投票で4票得票しています。守備だけでも MVP に値すると考える記者が出る程度には、キアマイヤーの守備力というのは突出していたことがよくわかります。 ここからはピッチャーの成績を見ていきますが、まずは防御率4.65のクローザー。正直試合の最後を任せたいような成績ではパッと見ないですよね。しかし2018年当時アストロズとブルージェイズでプレイしていたケンジャイルズは、実はこの年26セーブを挙げ失敗はゼロ。防御率の平凡さとは裏腹にクローザーとしては完璧に仕事をこなしていたんですよね。 実際2018年のジャイルズは西部機械で防御率0.35と脅威の安定感を誇りました。ではなんでこんな微妙な防御率に終始してしまったのかといえば、西部機械以外でのピッチングがあまりにひどすぎたせいで、西部機械以外では防御率なんと9.12、まるで別人のようなピッチングだったと、ジャイルズといえば不甲斐なさから自分で自分を殴った有名なシーンがありますが、あれもこの年の5月1日のヤンキース戦、同点の9回に登板しながらも大量失点してしまった、西部機械以外で生まれたシーンでした。 この不安定さを信用できなかったアストロズは、シーズン途中に当時出場停止中だったロベルト・オスーナを獲得し、ジャイルズに代わる新守護神に据えたわけですが、とはいえちゃんとセーブ機会では役割を果たしていたわけで、防御率が示すよりかはクローザーとしては優秀だったとは思うんですけどね。 続いては防御率5.04。こちらは232インニング投げた先発投手の成績となりますが、まあ、イニングイータータイプなら許せるかなと思う成績かもしれません。しかし1999年当時ロッキーズでプレイしていたペドロ・アスタシオのウィンザー・ーブ・リプレイスメントはなんと5.9。許せるどころかこれは超一流の成績だったわけです。 今でこそボールの湿度管理によって多少改善されていますが、そんなことをしていなかった当時のロッキーズの本拠地クワーズフィールドは、今以上に狂ったレベルの打者天国で、かつ当時の全体的な打光傾向も合わさって、1999年のロッキーズのチーム防御率も6.01。その時代のクワーズをホームとしながら防御率5.04というのは超優秀な成績なわけで、球場補正を加味した ERA プラス115が示すように、リーグ平均を上回るパフォーマンスではあったと、加えてリーグ6位となる232イニ,ニングと量も伴った こことからこれだけ高いウィンアスタシオのような例は当時の環境も考慮に入れないと真の貢献度合いが見えにくい良い例となったかもしれませんね続いてはこちら6勝17敗の先発投手17敗はリーグ最多敗戦となります勝敗だけで投手の実力は測れないことはもはや球界の常識となりつつあるとは思いますがとはいえこれだけ負けが先行するとさすがに投球内容もそこまで良くなかったのかなと思ってしまうものです しかし2015年当時ブレイブスでプレイしていたシェルビー・ミラーの防御率は3.02、ウィンザブリプレイスメントも4.3とオールスター級の成績であったと。なのでミラーはとにかく勝ち運だけに見放されてしまったんですよね。最初からこうだったわけではなく開幕初先発が終わった時点では5勝1敗防御率1.33とちゃんと勝ち星もついていたんですが、5月28日から9月27日までの23先発はミラーにとっても本当に苦しかった時期。 当時、ブレイブスが再建中だったことを差し引いても、この間の防御率が3.87、クオリティスタートも13回記録しながら、0勝16敗はあまりに不便すぎますよ。この年のミラーに対する平均援護点は、わずか2.6点と、ブレイブス打線がほとんどミラーを援護できなかったことが、これだけ負けが先行する結果につながってしまったと思われますが、まあ1試合3点も取ってくれないと、どんなにいいピッチャーでも厳しいですかね。1995年以降ではシーズンの勝率が3割未満で、ウィンザブルプレイスメントが4を超えた唯一のピッチャーもこのミ ミラーとなりますそして最後はこちら、10勝9敗。まあ、これは皆さんもご存知かもしれませんが、さっきのミラーのケースよりはマシとはいえ、10勝9敗と聞くとどちらかといえば角倉健さんのような選手を思い浮かべてしまうのは私だけでしょうか。が、そのイメージを壊したのが2018年メッツでプレイしていたジェイコブ・デ・グロームです。 勝敗を除けば MLB の先発投手史上最高クラスのシーズンを送ったデグロームは32先発で防御率1.70ウィンザーウリペースメントは脅威の9.5シーズンを通して4失点以上した試合が1先発しかなく5月18日からシーズンが終わるまで1シーズンの記録としては当時の MLB 記録となる24先発連続クオリティスタートを達成するなど先発投手としては文句のつけようがないくらいの働きぶりでしたよねそんな完璧に近かったデグロームですがただ一つ味方からの援護にはあまり恵まれずこの 翌年7回以上2失点以内のハイクオリティスタートを記録しながらも勝ち星がつかなかった試合が11もあったりと、投球内容の良さに反してなかなか勝てなかったと、翌年も防御率2.43で11勝しかできず、デグロームといえば無援護という印象を決定づけましたが、 ただ2018年ともなれば、ピッチャーの勝敗は少なくとも選手のパフォーマンスを真に表していないことが、記者の間では共通認識となり、30票中29票の1位票を獲得してのサイヤング賞受賞。先発投手では史上最も少ない勝利数でのサイヤング賞ともなりました。 この辺りが1995年以降で平凡に見えて実はそうでもない成績かなと思っていますが、やはりこういうのを調べるのは楽しいですよね。いろんな見方をすることでまた違った見え方するんだなと思ったものですが、皆さんもこういう感じの成績で印象的なものがあればぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。